a a 1にはアメリカ合衆国のミリタリーポリスシステム社が製造しているフルオート射撃が可能な散弾銃である。AA-12 はとても珍しいフルオート射撃が可能な軍用散弾銃であり、その発射速度は毎分300発に及ぶが、発砲時の反動は驚くほど少ないものとなっている。これは MPS 社が特許を持っている特殊なガスシステムに80%の反動が集中するためであり、さらに反動抑制バネによっても反動の10%が抑制されるため、12、ゲージ弾を射撃する際に感じる反動は通常の10%程度だとされている。AA-12 は、軽機関銃で一般に見られる、オープンボルトの API ブローバック方式で作動する。 メンテナンス性向上のため、設計には大量のステンレスが使用されており、銃の点検の際の掃除はほとんど必要ないと MPS 社は説明しているほか、設計者は掃除するのは1万発射撃した後で構わないと話している。ただし、セミオートの機構はないためフルオートでしか射撃はできず、引き金を引く、指の力を調整することによって、セミオート射撃を可能としている。 弾薬は8発の装填が可能なボックスマガジンか、20から32発の装填が可能なドラムマガジンによって供給される。なお、AA-12 と同様にフルオート射撃が可能な三段銃で知られる USAS-12 は本銃の基本設計を元にして作られたものである。ボックスマガジン付きの AA-12A-12 AA の原型は 1972年に、重機設計技師、マックスウェル・アッチソンによって、アッチソンはアサルト -12 の名称で開発され、その後1987年に、マックスウェル・アッチソンは、テネシー州に拠点を置く、ミリタリーポリスシステム社に、AA-12 の権利を売った。それから、MPS 社は、18年にわたり元の設計図から188。 の設計変更と改善を行い、オープンボルト方式への変更などが施された。そして2005年に現在のモデルが完成し、その名称は、オートアサルト -12 とされた。重量は 5.2kg まで軽くされ、全長は 966mm まで短くなったが、重心長は同じままにされた。CQB モデルの重心長は、 約 333mm で通常モデルより半分ほど軽くなっている。MPS 社は他にもアクションマニファクチャリング社やスペシャルカートリッジ社と協力しフラッス -12 特殊弾とフラッス -12 に対応した多機能武器システムを開発している。AA-12 は3インチ長の様々な種類の弾薬を使用することができる。 例えば12ゲージの3弾やスラック弾、または七支製兵器であるゴム弾である。また、高性能爆薬を内蔵したフラック -12 を使うこともでき、一人で持ち運べる自動的弾銃として運用することも可能となっている。2004年に AA-12 が10丁製造されて、アメリカ海兵隊で評価試験が行われたが、採用されたかどうかは不明である。 モアインダストリーズ社が開発したハンマー無人防御システムには2丁の AA-12 ガニ x 4 0砲塔に搭載されている。ニューラルロボティックス社では無線で操作する無人ヘリコプターに2丁搭載している。ありがとうございます。